今回のテーマはボディービル大会直前に行うカーボディプリートは本当に必要なのかです。李先生、よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはですね、はい、カーボディプリート、うん、これがメインになってくるんですけども、はいはい、これもよく聞くんですよね。聞きますね。ボディービルとか、その、そういったコンテストの。あとは、あっちじゃないかな、どっちかというと、ベストボディとか、はいはい、フィジーク。フィジークとかで。そっちの大会選手とか、ね、よくやってるみたいですね。そうなんですよね。よく聞くんですけど、これ実際、B先生の中では、どう捉えてますか？私は個人的には全くやらないですね。やらない。やらない。うん。あ、なぜやらないんですか？本当ごめんなさい、これ完全な個人的なあれですよ、はい、なんですけど、はい、やってもそんな効果の実感がないというか、まあ、やってみて実際ないってことですね。そうですね。だから私も大会で始めるときっていうのは、はい、やっぱりそういうふうに、はい、炭水化物最後、はい、ガッチリ落として、前日で糖質炭水化物しっかり取ってってやってたんですけど、そんな感じなかったですね、正直ね、良さっていうか。ちょっと今回ビースさんしっくりきてないようですね。このカーボディプリートに。そうですね。あと私の周りのビルダーの人たちが、はい、ほとんどやってないっていうのもありますね。あ、実際やってないですね。うん、やってる人もそんなに見たことないですね。あ、そうなんですね。うん、まあ私は気づいてないとか、うん、もしかしたらね、やってても、もしかしたら、うん、ね、建前でやってないって言ってるのかもわかんないですけど。ああ、はいはい。うん。まあそもそもカーボディプリートってあれですよね、そのカーボを全身全身取って、で最後にその枯渇して、はい、まあ、インスリンの分泌を動かすために枯渇させて、はい、で一気に最後食べて、まあ、こう晴らせるような手法だと思うんですけども、うん、じゃあその晴らせるっていうその過程をもう一応当日にできちゃうってことですか？前日か。そうですね、前日に普通本来だったら3日前だったり、はい、2日前、まあ、もしくは1日前からやるんですけど、うん、でも私はもう今回食事で思ったのは、はい、もう通常のその減量食を前日も行っていれば間違いないなとは思いましたね。あ、シンプルに。うん。ちょっと多めにカロリーを取るんです、確かに。はいはい。今回で言うと、私の場合だと、炭水化物を特に増やしたとかじゃなくて、うん、3大会出たんですけれども、はい、まあ、ちょっとやらかしちゃって、2大会潰しちゃったんですよ。はいはい。でもその時に、ローストビーフを食べたらものすごく張ったんですよね、体。ローストビーフですか？そうなんですよ。あ、じゃあ今の私の体質、はい、今年のコンディションってロースビーフを最後少し多めに食べると体が張るなっていうのも分かったので、最後の大会はそれである程度うまくいきましたね。あ、そうなんですね。そうですね。これじゃあビス先生特有の体質なのかも分かんないし、でもその時々によって結構変わると思うんですよ。はいはい。私はウェイトトレーニングをしていても、うん、タンパク質の摂取量しっかり食べれてないとやっぱ重量落ちるんですよね、うん、それをすごく感じてますし、あ、そうなんですね、肺も減るので、うん、個人的にはそういう普通の食事をしっかり食べて、はい、で前日、うん、少しカロリーを多めに取るぐらいで、私の場合はたまたまそれが今回牛肉だったっていうだけなんですけど、まあでもそういった、まあ、経験っていうか基づいてやってると思うんで、これもちょっと参考にはなりそうですね。まあ、ボディビルチャンピオン鈴木さんも含めやってないですしね。あ、そうなんですか。やってないですね。へぇー、だいぶためになりますね。私なんか結構そこからの影響なんかも多いので、はい、まあ同じような感じで最後やってみて、ああ、やっぱり自分はこっちの方がハマるなっていう。へぇー。あと、いろんな説ありますよね。はい、いわゆるステロイドユーザーの方が、あ、はい、本来やる手法であって、はい、まあ、一般的なノーステロイドの方っていうのはまず当てはまらない。ああ、なるほど。うん、だから JBBF っていうボディービルの団体っていう中で考えると、はい、まあ、やってない方の方が多いんじゃないかなってちょっと思ってますよね。まあ、分かんないですけどね、私の周りがたまたまそうであっただけであって。なるほど、うん、分かりました。ちょっとじゃあそこも参考に取り入れながら、 そうですね、そのコンテスト出る人とかはですね、うん、ちょっと調整したいですよね。だから大会直前それ試すんじゃなくて、はい、もうある程度余裕を作って、一回やっとくといいんですよね。はい、どのぐらいあるかとか。はいはいはい。で、遊びを作ってそこで一回やって、はい、あ、これでうまくいくな、失敗したなっていうのを確かめてから、うん、最後の1、2週間また挑戦して、はい、持ってくるとベストだと思います。あ、なるほど。うん。わかりました。じゃあちょっとそういった感じに沿って、はい、皆さんもやっていただければなと。そうですね。思いますね。試してみてください。わかりました。李先生、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後まで私の動画を見ていただきありがとうございます。
このビデオでは筋肉を作るためのバルクアップ法、もうしっかりと筋肉つけていきましょう。そしてボディメイクのためのダイエット法、ウエスト引き絞っていきます。もうこういった情報をじゃんじゃん公開していきたいと思います。もう気になる方はですね、私のこの動画を更新するたびに連絡がいきますように、もう胸のこのチャンネル登録ボタン、こちらを今すぐクリックしてください。よろしくお願いいたします。合わせて下の概要欄ですね、下にあります、こちらにメルマガ登録のボタンもご準備してますので、こちらもご登録お願いいたします。もうちびりぶと言われたこのビースト村山ですね、全ての情報を投げ出してこのビデオを公開していきたいと思いますので、今後もぜひよろしくお願いいたします。